ね。スタートイン地につきましたこの選手たちです。ロドリゲス、アメリカのユセニー、そしてケニアのオビリ、トルコのカラカヤ、イギリスのイングランド、ウクライナのトビアス、バーレーンのベレデ、そしてモロッコのラクフード、さらにエチオピアのゲザグネ、ノルウェーのマークスタッド・ボミム、バーレーンのジャマル、アメリカのシンプソンです。増田さんはどんなレースになると予想されますか？普通に言ったらジャマルさんですけれども、はい、準決勝の時にジャマルさんですらこの位置取りが難しそうで、はい、ちょっとガードされながら戸惑ってましたよね。だからやっぱりこの種目は転倒が一番怖いので、はい、予選で準決勝で調子良かったこのエチオピアのゲザグネさんですとか、はい、ウドグリエスさんとか、はい、なんか決勝は何が起こるかわからないなっていう感じがしますね。ジャマルは準決勝でゴールの直前でコースを変えたんですね。そうなんです。それで4位になりましたよね。はい、いろんな選手からジャマル選手がマークされていると思うんですね。だからより慎重になっていると思いますね。スペインのロドリゲスからするとあの2年前のフィニッシュラインをまたいだ瞬間の歓喜をもう一度取り戻したいところでしょう。そう思います。女子 1500m 決勝です。スタートしました。今シーズンの世界ランク1位、ディフェンディングチャンピオン、バーレーンのジャマルが勝てばこの大会の3連覇ということになります。まず最初の位置取りですが、最初に出てうまい出方をしましたね。はい、ジャマルはもうスーッと前の方についていきました。アメリカの選手ですか、トップは。まず腰ナンバー11番をつけましたジャマルがこのレースの先頭に立っています。インコースに入っている選手ですね、この彼女が、はい、ノルウェーのマークスタッド・ボミューですか。そしてジャマル、さらにはそのアメリカの腰ナンバー2番をつけましたユセニーですね。全米選手権のチャンピオン、今シーズンダイヤモンドリーグでも2勝をしているユセニーです。ノルウェーの選手も 800m の記録保持者でスピードもある選手ですね。さあ残りが3周になります。ケニアのオビリが少し上がってきました。まもなく 400m を迎えます。スローな展開になってますね。はい、最初の1周の入り 400m68 秒、はい、結構かかってますね。68秒でいきましたらもう4分13秒ぐらいですから、はい、まあ、これは最後のスピードの切り替えになりますね。バーレーン勢がまずこの先頭と2番目、星ナンバー7番のベレテ、その後ろにディフェンディングチャンピオン3連覇を目指すジャマルがついています。ウクライナのトビアスは集団の一番後ろです。ケニアのオビリが3人目その位置についています。このオビリです、はい、まずは位置取り争いになっていますが、でもジャマルさんはいい位置についてますね。やっぱり準決勝の時にいろんなことをやっぱりイメージすることができたと思うんですね。はい、まもなく 700m、 残りが2周になります。バーレーン勢がまず先頭、レースが動いていくのはどうでしょう。やはり最後の1周の残り200あたりですか。そう思いますね。で、誰もが力を温存している余裕がある走りですので、はい、スピードの切り替えに注目です。64秒、ベレテが先頭です。ペースが上がりました。64秒に上がりました。はい、800m を通過しました。先頭はベレテ、その後ろにジャマル、ケニアのオビリ、アメリカのユセニーも上がってきました。今トップのベレテ選手ももともとエチオピアの選手ですよね。はい、ジャマルさんのことをすごく尊敬している選手です。外からロドリゲスが上がってきました。スペインのロドリゲス、昨年は1着でフィニッシュをするも最後しか転倒です。転倒です。2人転倒です。ケニアのオビリ、もう1人立ち上がってすぐに追いかけます、はい、2人が転倒しました。やはりこれがありますね、はい、接触が激しいのでね、はい、ロドリゲスが今横に並んでトップに立とうというところ。さあ最後の1周、最後の1周に入ります。ロドリゲスが先頭、ロドリゲスの後ろにバーレーンのベレテ、ジャマルは後ろから、集団の後ろからジャマルが上がろうとしています。位置取りとしては、ええ、そうですね、アウトコース走っちゃってますね、はい、ジャマル選手。ただその方が接触はない。ジャマルさん遅れました。ペースが上がりましたが、ジャマルがこの集団についていけません。ジャマルの足が伸びません。先頭集団は7人に絞られました。さあ残り 200m、 先頭はロドリゲス、そしてエチオピアの
ゲザグネさんですね。ゲザグネです。ゲザグネ、ゲザグネさんも転倒したことがありましたよね。はい、予選で転倒しました。はい、ロドリゲスが先頭、そしてアメリカのユーセニーも来ているか。ロドリゲス先頭、ロドリゲス先頭はロドリゲス。アメリカ来ましたか。ユーセニーが来ている。1着フィニッシュ、金メダル。いやー、どうでしたね、ユーセニー。頑張ります。イギリス、アメリカのシンプソン、シンプソン、アメリカのシンプソンが金メダルです。元 3000m 障害の全米記録を持っているシンプソンさんが後半伸びましたね。4分5秒40、手を挙げて喜びました。最後に逆転しました。銀メダルがイングランド、そして銅メダルがスペインのロドリゲス。ロドリゲスもしかし前回の失格から2年経ちましてメダルを手にしました。はい、よく立ち直りましたよね。いろんなことをこう2年間言われ続けてきて、はい、で本人は絶対にここで勝つんだと、ロンドンオリンピックの前に世界陸上なんだってことを言い続けてきましたけども、はい、雪辱を果たした結果になりましたね。そしてこの女子 1500m で金メダルを取ったのはアメリカのジェニファー・シンプソンでした。この後トラックでは女子 400m ハード